親戚一同がいる前で止めが言い放った。この嫁子さん下の毛にリンスしないんだって。ニヤニヤした顔で、私の方をチラチラ見ながら、嫁実家はどういうしつけしたんだか。親族はお笑い。この一族に嫁いできたお嫁さんたちは、目を背けていた。うととことめもニヤニヤしながら、女としてそれは恥ずかしくないか。女捨てすぎでしょ。と便乗する。私はブチギレて、こんな下品な話を人前でするなんて、どういうしつけされたんですか？そんなところにリンスを使うなんて、聞いたことないですし、みんなで寄ってたかって笑い物にするなんて、人として恥ずかしくないんですか？こんな親族と関わってたら、子供に悪影響なので、金輪際ここには来ません。私の言葉に、親族たちが凍りついたので、とめさん、下の毛をリンスするのも結構ですけど、その前には気がをなんとかした方が、いいんじゃないですか？臭くてたまりませんよ、と畳みかけた後に実家を出た。駅で電車を待っていると、スーツケースを抱えた、お嫁さん連中が追いかけてきた。ガツンと言ってくれて、すごくスカッとした。私たちももう行かない。みんなすっきりしたい笑顔だった。最近、トメの匂いがきつい。お年寄り独特の加齢臭ではない。明らかにトイレで拭いてないんだろう。って言わんもんやしゅ。気になってトメの家でトイレを借りた時、気づかれないようにトイレットペーパーを折っておいた。すると、トメがトイレに行った後も折り目がそのままだった。でも洗ってないみたい。最悪だなと思ったけど、直接注意するなんてできるわけない。娘も気づいていたようで、ある日、トメと娘と3人でショッピングモールに行った時、トイレで手も洗わず出ようとしたトメに娘が切れた。おばあちゃんってくらい洗ってよ。あと、ちゃんと拭いて。おばあちゃん臭いよ。な、目上の私に向かってなんてこと言うんだ。とトメが真っ赤になって娘を叩こうとしたから汚い手で触らないでと思わず叫んでしまった。トメはぐつくさと文句を言いながら帰っていった。その夜、トメからの留守電が入ってたけど、最近トイレットペーパーも高いでしょ。だから4回に1回は拭いてたわよ。全然拭いてないわけじゃないのに。娘ちゃんたら潔癖ね、とヘラヘラとした態度のメッセージが入っていた。もちろん娘への謝罪はなし。もう二度と連絡しない。あの時の食事会帰って正解。お母さんの料理がヤバかった。味付けめちゃくちゃで食べられなかったの。ボケてきた。病院連れて行こうかな。うちに来たことめがそう言ってきた。そうなった理由は私にある。その日義実家で私と旦那は食事をしていた。とめに麦茶を出されたが中身はめんつゆ。それを旦那にも飲ませていて嫌がらせと感じた。そしたら旦那が怒ってくれ。ごめんね、間違えたのよ。見た目似てるじゃないでごまかしてたけど。俺じゃなくて嫁に謝れ、と旦那が言ってくれた。だがとめは、何それ、ボケてる？とか心配しなさいよ、と泣きながら怒ってきた。さっきはごめんなさい、新しいの入れ直したから、と謝って緑茶を出してきたが、それも怪しい。近づけて匂いを嗅ぐとは青臭すぎる。これは緑茶じゃない。何これ、青汁？腹立ってきてこのまま夕飯でとんでもないもの入れてくるかもしれない、と旦那に訴えたら、そろそろ買い物に行くらしいから今のうちに帰るぞ、と言ってくれた。私は帰るついでにとめに仕返し、麺つゆと麦茶を入れ替え、塩と砂糖、すき焼きのタレと醤油、そして酒とみりんを、それぞれ入れ替えて帰った。そして後日、ことめから、